こんにちは、星野陽子です。ハートフルライフでは自分らしく生きている女性にインタビューをしています。今回は暮らしのジャーナリスト FP 高橋陽子さんにインタビューしました。全4回に分けて配信していきます。今回3回目はお金のことについてお伺いしました。ちょっと失礼かもしれないんですけれども、お金のこと聞いても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。本当ですか？大丈夫です。フリーになった時ってお金ってやっぱりですね、なかった感じ。フリーになった時は200万ぐらい貯めてフリーになりました。はい、そうなんですね。会社員時代に、いつか、仕事を会社辞めたいって思ったんで、物書きになりたいという気持ちがあったんで、ボーナスとかは全部、貯金に回していたのと、すっごい真面目だったんですけど、定期預金をやっていて、月々2万5000円定期預金をしていたんですね。すごい。でお給料日が月末だったんで、月初めに毎月引き落とされるようにしていて、それだとやっぱり手がつけられないので、よかったなって思います、やってて。その元で200万円でフリーライターになったんですけど、フリーライターって正直パソコン1台あればできるんですよね。なるほどね。なのでその仕事自体がお金はまあかからなかったんですよね、なので始めやすかったっていうのはあって、だいたいやっぱり仕事が半年ぐらいなくても生活できるようにしようって思って200万円でやったんですけど、やっぱ最初は出ていく方が多かったので、やっぱいろんな人と会ったり喋ったりっていうので、なんかお金が出てたんですよね、でポツポツその、誰でもできるような最初は仕事で1本1万円、だいたいあの頃はまだ雑誌が元気だったんで、いいところで1ページ2万5000円とかもらいましたね。で安い時はページ3000円、例えばなんかグルメ取材で、1日4件ラーメン屋取材して1件につき3000円とか、でも若かったんでラーメン4杯とか食べて、その時ちょこっと残したかもしれないですけど、でもその20代だったらできたんですけど、それもいつまでもできないなと思って、だんだんそのもう少しまとまってできるギャラのいいのという感じにはなってきたんですけど、そうですね。でテレビの仕事がその履歴を送って通ったやつが結構月に何本ってまとまっていただけるようになったんで、それで会社員ぐらいにはコンスタントに入ってきて、来るようになったんですよね。フリーになってもう1年目ぐらいで会社員ぐらいの、そうですね、ちょうど1年目ぐらいだったと思いますね。で上を見たら結構とにかく本数を書けば稼げるんだって思ったので、一番フリーの時マックスで120万月もらったことがありますね、で1本2万円ぐらいなんで、60本書いてたっていう毎日なんか締め切りに追われていたみたいな、でもまあそんな月ばっかりじゃないので、ちょっと気を抜けばそのレギュラーの仕事で20万ぐらいになっちゃったりはするんですけど、20万あれば最低限その一人暮らしできたんで、そうですね、欲を持てばいくらでもでフリーランスはいけるなと思いました。すごい、はい、でもそういう人ばっかりじゃないですよね。なんか食べていけないフリーライターはもう食えないとか書かれてるんですけど、それ本当本当かなって思ったりして、多分本当に食らいついて書けば書けば食えるとは思いますね。そうですか、どこまでやる気があるかですよね。やる気ですね、あとやっぱり私がやり始めた12年前と今ちょっと状況が違っていて、割とそのランサーズとかクラウドワークスとかライターの仕事っていっぱいあるんですけど、1件108円とかなんか本当に主婦ライターでもできますみたいな、ブログ記事とか、例えばなんかヨーグルト飲んでみた感想とかっていうので、それは私はライターの仕事ではちょっと違うかなと思うので、やっぱり少なくても1本5000円ぐらいからしっかり読ませるものを書いていってっていうのがライターの仕事かなとは思うんですけど、で安い仕事をたくさんできるようになったら、ちょっと次単価の高い仕事にも挑戦して、でそれでいろいろ言われると思うんですけど、こういうところが足りないとか甘いとか、でそれに応えていくともっと高い仕事ができるよ、もっとクオリティが高い仕事ができるようになると思います、やればやるほど実力がついてきて、お金もこうついてくるという感じですね、あと専門性の高い仕事、例えばそのファイナンシャル、お金についてすごい詳しいとか、例えばその栄養士の資格を持っていて、その健康関係かけるとか、その例えば化粧品関連だと薬事法について詳しいとかっていう得意分野があると、その人に仕事が集中するようになるんですね。高いキャラでも
来るようになるので、うんうん、そういう専門性をつけていって、はい、肩書きもライターからプラスアルファにしていくと、うん、そのプラスアルファが収入に反映してくるようになると思うんですよね、はい、うん、そういう工夫というか、そうですね、自分でその階段を自分で作って、はい、自分でなんか登っていくようにしないと、うん、結局その若くって無理が効く人たちに多分取られちゃうと思うんですよね、はい、そうですよね、なるほどね。でもフリーだとこう安定しないとかそんな不安はなかったですか？不安はあります。あります、あります。でも常にあるとは言えばあるし、はい、自分がボケっとしてたら仕事がなくなるというのはあるんですけど、はい、その不安感をやっぱり原稿に、はい、全部こう詰め込むとやっぱりなんか危機迫る原稿になるっていうか、私ムック本の編集をやっていて5人ぐらいのライターさんに書いてもらって上がってきた原稿をまとめるみたいなアンカーライターをやったりするんですけど、やっぱり一人暮らしで自分が怠けたら家賃が払えないみたいな、ちょっと危機迫ってるライターさんの方がいい原稿を書くんですよ。親元でとか、その主婦でとかだと原稿にも甘えが出るように、人の原稿を見ててすごい思っているんですよね、なるほどね。じゃあその不安も利用するみたいな感じですね。そうですね、はい、でもなんか安定させようと思って何かやったりとか、安定はさせたいなとは思いますけども、たくさんやっぱ本を書いていくと、はい、印税契約できると、はいね、忘れたやつがちょこちょこ入ってきたりとかっていうのはありますよね。なるほどね、はい、とか印税がいいですね、不労所得みたいな感じで。はい、今後はどのくらいを目指すんですか？やっぱり印税増やすみたいな本位。私前にそのすんごい、はい、月120万とかって一回行った時に、はい、いきなり原稿料の収入がワッと上がって、税金がワッと上がってびっくりしちゃって、のもあったんで、はい、まあそこそこでいいかなって感じですね。夫婦生活できてお金に、まあ、困らない程度にあればいいかなって感じです ね、そうですね。今のペースで仕事していけばそんな生活は困らないし、特にお金の方に一生懸命になるってことではないっていうことですよね。すごい、ありがとうございました、はい、この後インタビューについてグリカナさんと星野陽子で話をしましたが、スカイプを使ったため音声が悪くて申し訳ありません。時に2年間社会人でお仕事されてらっしゃったじゃないですか。で、はい、月々2万5千円ずつ貯めてたっておっしゃられて、で一応200万貯めてフリーになったって言われていて、やっぱりそういうのも結局大学出てすぐそういうふうにちゃんと明確に考えて自分の先を作られているのがさすがやっぱりすごいっていうのも思い、そうですよね、生活的ですよね、すごい半年ぐらい仕事がなくても生活できるようにっていう、うん、そうそうそう。で結局やなんかなんだっけ、フリーでマックスの時月120万ぐらい、まあ、お仕事されて、もう一つが2万円ぐらいだったから、結局60本ぐらい書いてたっていうことなんですよねっていうのが、でも多分もうそういう中って必死だから本当にわからないですよね。私もフリーの翻訳者なので、本当に気持ちがよくわかるんですけど、もう必死ですよね、多分。なんか断ると次ないかなとか思ったり、結構必死なんですよね。すごい。だって2万円って結構高い、すごいなって。でもまあもうプロになればそうなのかななんていうのも全然想像なんですけど、だから1年で会社員時代の仕事分のお給料は得られたっておっしゃられていて、それもすごい、すごいですよね。うん、意外とこう辞めちゃってもちゃんと仕事になんない人って多いじゃないですか、やっぱりこうアルバイトになっちゃったりとか、そうならないってところがなんか、高橋さんっぽいですよね、あとなんか一つ、どの時代でもなんかライターさんでやっていけるんですかみたいな、でもよくライターさんは食えないけど、
なんかちゃんとやっていけば できると思うんですよねって高橋さんが言われていて、いや本当にそれってきっとそうなんだろうなっていうのはすごく思いました。ちゃんとみんな適当に始めたりとか適当になんか、ああやっぱりなかなか難しいできないっていうだけで、多分本気で多分 やって取り組めば、何でもライターさんじゃなくても違うことでもそうだと思うんですけど、できるじゃないかなってすごい思いました。はい、私も翻訳の仕事やっていて、やっぱり翻訳者って食べられないっていうような話が多いんですよ。でも私の場合は日本語から英語の翻訳をやって、でも日本人って日本語から英語なんてできませんっていう人が多くって、やりもしないで、でも英語から日本語の方はまあできそうかなみたいな人は多いんですけど、そういうことであったり、ちょっと専門性の高いものをやったりとか、すると、もう意外とこう、競争相手がいきなり少なくなってくるという感じがしますね。なるほど。そうすると単価も高くなってくるし。そうなんだ。だからやっぱりその辺、戦略というか、ちょっと自分はできないって私も最初思ってたんですけど、できないと思い込まないでとりあえずやったんですとか。そうですよね。みんなが結局できるって思うとこって人がいっぱいいますもんね。そう劣等者ですよね。入賞壁の高いところみたいな。そうですよね。とか、そういうとこ狙うと、まあ、あの金額的には恵まれてくるじゃないかなと。そうですよね。うん、高橋さん、やっぱりあのインターネットよく使われてるから、今の時代だったらランサーズとかでいろいろあると思うっておっしゃられてたのが本当にそうだなとか思って、なんかああいうやっぱり記事、私クラウドワークスよく使うんですけど、私は大体こう依頼をする方で、まあ、こういうのやってくれる方いませんかみたいによく探すんですけど、やっぱりブログを書いてほしい人とか情報サイトを書いてほしい人とか、まあ一記事本当に500円1000円とかで、結構友達も依頼をしてたりするので、やっぱり今の時代って本当に高橋さんみたいにあの本を書きたいから10社にこう送るとかされるよりも、ちょっとなんかやってみたいぐらいの感じの方も手を出しやすいですよね。そうですね。ただそれをプロとしてやっていくには、やっぱりこう専門性だったり、そうそう、なんか方向性だったり、うんうん、若干考えてやっていかないといけないんでしょうね。そうなんですよね。プラスアルファが自分に来るようにって。そうですよね。そうですよね。そう思います。あとなんか不安をその力に変えるみたいなとこも、よかったですね。そうですよね。そうだ。おっしゃってましたね。なんか一人暮らしの人の方がいいものを書くとか。そうですよね。家賃払わなきゃとか思います。そう、必死ですよね。よくわかる、私これ。本当だよ。本当ですよ。本当ですよ。なんか安らかな場所がある人よりもだって必死だもんっていう感じで。だからそれが逆にいいっていう場合もありますよね、人生において。そうですね。だから意外とこう人生って公平だなと思ったりします。そうですね。なんか幸せそうな人はね、そういう努力しなくなっちゃったりもしたり、チャレンジしなかったりとか、確かに。必要ないから。そうですね。でもチャレンジした方が人生面白くなったりってこともあるし。そうですね。確かに。またでもそれが合ってるんでしょうね、その人にって思いません？そうですよね。私はまさしくこうならないとどんどんやらないタイプだから、本当に合ってます。怠け者だから、私も自分の環境がありがたいなと思う。なんか幸せの中に浸っちゃったら本当にぼーっとして毎日終わっちゃいます、私。想像がついて怖い。ブクブク太ってきますよ、絶対。やばい。
もう一日はきっとあっという間ですよ、一日。起きてお菓子食べて、午前中のテレビ番組見て、この前、私前に仕事辞めた時に一日ちょっとテレビ見てみたんですよ。そしたら、今ってテレビショッピングばっかりです。あ、そうなんですね。そう、びっくりでしょ。あ、僕もこういうところが提供してるんだなって思って、やっぱり。あ、うん、枠のスポンサーとかになるのはやっぱそういうのなんでしょうね。朝から普通に情報番組9時とか10時ぐらいからとか 2,3 時間やってたりするのってもう本当に10分以上、うん、だいたいしょっちゅうショッピングが入って、しかも買いそうになるんですよね。すごい、でしかもすごい焦るんですよ。電話でやっぱり電話した方が早いよなとか思って、私なんか蒸気が出るアイロン、最近流行ってるあれを買おうと思って、なんかテレ東ので電話をしたらやっぱ混み合ってたんですよ、電話が。ね、ネットもちょっと焦っちゃって、そうでネットも探したんだけど、ちょっとふと我に返って明日までちょっと考えようと思って。よかったですね。そうです、やばい。しかも一人でそれにテレビ見てそんななってると、ものその世界に入っちゃってるから買っちゃいますよね。冷静になれないです。おかしい。面白いですよ。あれ何の話よ。あ、そこ必死になるみたいな。そうです、一人暮らしの、やっぱりみんな自分に合うように生活を送れるようになってるんだと思います。そうですね。はい、はい、そう思います。ね、でも本当になんか高橋さんのお話はお金のお話、まあお金のお話ってあれですけど、うん、もう本当に趣味と実益を兼ねてらっしゃるような。そうですね、はい、私あったと思いますよ、うん、うん、すごいなって思いました。楽しい。インタビューいかがでしたでしょうか。コメントやご意見をホームページやフェイスブックに書いていただけると嬉しいです。ではまた。